ハロー YouTube、スポーツ部活チャンネルの立順です。今日は、ウェブのスポーティバーの記事で野球部の活用に SNS、で問いかけ有効活用と、大阪公立進学校の指揮官は本気で甲子園を目指すっていう記事なんですけど、まあ記事で書いてあるね、学校名出してるのは寝屋川高校進学校みたいですけど、ちょっと僕大阪の過去に甲子園も出た経歴があるって書いてあってね、まあ、勉強すごいする学校なんで、平日は練習時間2時間だそうです、野球部ですよで本気でこう甲子園を目指していて、で監督はがね、アカウント今5000人以上いて、もう僕よりすごいんですけど、まあ、日々さっきちょっとツイッターのアカウントフォローさせていただきました、よろしくお願いします。でまあ公立のなんか野球部の方結構みんなアカウント持ってるみたいで、ちょっと僕野球はねなんか結構まあ、メジャースポーツすぎて、僕のスポーツ部活チャンネルも野球部いるんですけど、まあ、超名門高校の野球部とかねちょっとカバーしてないんですよね。まあ公立学校のっていうかね、そんなに全国大会常連校じゃない学校を比較的僕は応援しているので、で、まあ、そこで練習方法とかね、まあ、進学校だったら平日2時間でどうやって甲子園に行くかとかね、そういうことを情報試合があってほしいなと思ってスポーツ部活チャンネルを始めたんですけど、まあ、寝屋川高校の監督ね、すごい賢くて、まあ、勇気もあると思うんですけど、公立のね、先生で、先生を活用して、他の先生ともやり取りして、まあ、練習方法なので、さっき見たら、教育観とか、まあ、個人的な、ね、いろんな感情とかも結構、で、人気があって、結構フォロワーさんからとかね、もう意見があるみたいで、まあ、その教育者として、なかなかね、やっぱ SNS 活用って、この教員がいるのってね、生徒にやるなって言ってるものが多いので、まあ、ここは進学校でね、割とその、まあ、緩いというか、先生がやっても別に校長に言われないというかね、いいことだと思います。まあ、結構やっぱり、もうツイッターなんかは変な人いっぱいいますけど、僕やってて思うのが、スポーツに関しての、まあ、オリンピックはちょっといろいろありましたけどね、学校のアマチュアスポーツに関しての情報交換とか、こう、オープンにいろいろ教育に話すには、変なやつあんまいないので、割とね、ツイッターね、相性いいんですね、部活に。だからね、もしよかったらね、やってみてください。すごい、本気で甲子園を目指している監督で、まだお若そうですけどね、生徒とか、まあ、保護者とか、まあ、いろんな意見を聞いて、まあ、気づきっていうのがいっぱいあったそうです。で、もしも皆さんも、よければね、まあ、記事になってるんでね、結構オープンになってるんで、その監督のね、ツイッターを文章もね、上手みたいなんで、もし、やってみてください。そしてね、まあ、部活やってない方は部活入って、こう、部でね、入って、部でそういうツイッターアカウントを作って、結構全国、僕の部活サイトも北海道から、石垣島まであって、割と皆さん、こう、いろいろね、試合とかもつぶやいてるし、まあ、十分ですよね。練習試合がどうこうと、こんなトレーニングしてますとかも、とてもね、参考になるので、まあ、どんな部活、ジャンル違っても、面白いトレーニング方法とか、それもどんどん取り入れていけば、別にメニューなんていろいろ考えれるので、よければやってみてください。はい。感染者数も終わり、今月末自粛が終わるので、皆さんも堂々とね、スポーツできると思います。はい。頑張りましょう。天気もいい。運動しましょう。それでは、バイ。